渋滞だ西銀座駐車場に車を入れると7時近くになっていた由美子に電話する呼び出しが続きアナウンスに変わる切った7時に仕事が終わるかと思いしばらく待つがかかってこない昨日から同じ服を着ているのに気がつく銀座4丁目から並木通りを歩く高順車通りとの交差点にベルサーチの店があった 入ってみたが気に入ったものが何もない。携帯をチェックするがユミカからの連絡はない。8時までか。左腕のオメガを見る。7時20分。ここから三越はすぐだ。紳士服売り場。ユミカを探す。通路を歩いてくる彼女を発見。まだ仕事中だったんだね。あ、電話もらえましたかすいません、8時までなんで。 食事行くか。はい、即答。頼みがあるんだけど俺の服シャツを買いたいんだすぐに何点かのシャツを見せる今着ているジャケットが濃いグリーンだ着ていたのがシルクの白由美香が持ってきたのは全部光沢のあるシルクのシャツ白薄いグリーン濃いグリーンだった薄いグリーンを選ぶ2万9千円を現金で支払った 和光の前で待ち合わせをして別れる。もう閉店の時間8時ちょうどだ15分後由美香と合流する銀座八丁目の天国で天ぷらを食べる今までで一番おいしい天ぷらだと言ってくれるお茶の湯飲みを手にしながら由美香が俺に言う中本さんは私にたくさんの初めての経験させてくれますね初めての帝国ホテルのフランス料理 今までで一番高い服にネックレス、今日の天ぷら、初めての外車。次は何がいいわかりません。休みいつ私は火曜日です。それと隔週で水曜か木曜日うん。来週火曜と水曜日に休めないか大丈夫だと思います。どっか連れてってくれるんですか温泉は嫌い 大好きです。どこの温泉ですかあいいところ探しとくよ何着ていこうかな新しい服で行こうよ何か買って10万円をユミカのバッグに押し込んだユミカが金を返そうとバッグに手を伸ばすが止める楽しもうユミカがうなずいた天国から出てユミカとは別れる10時だあに会いに行く ユミ香とは全く違う洗練された姿に立ち振る舞い数か月前までは俺には絶対に手の届かない存在だった何日かぶりに会うといつもそう思う隣に座ってアンが俺の膝に手を置くだけで震えるような快感が走るこの女を俺は自由に抱けるそれだけで地球が自分を中心に回っているような気になるシャンパンは白。 今は白だけだ。けアンの希望。今日はアフターの約束があるというママの三人連れの客だママとアンともう一人が付き合う客の連れの一人がアンを気に入っているという俺っていう自分の客が来たんだからヘルプのアフターなんか断れるだろうそうなんだけど普通の客じゃないから面倒かもなんだ普通の客じゃないって。 頬を指でなぞって見せたぶんヤクザもんか断れ断れそんなのに付き合う必要ないアンがボーを呼びママとカウンターで話をするアンが戻ってくる大丈夫かもたぶんアンが俺の水割りを作る美しい横顔急にテーブルが暗くなる見上げると明ら顔の男 縦縞のジャケットにごっつい金の指はママの客の連れだ「おいお前が邪魔したのか」「男の後ろにさらに2人の男が来る」「ママも慌ててついてくる」「めんどくさい連中だ顔も見ずに行ってやる」「暗いからどけ」「後ろの男が出てくる」「俺と同年代か少し上」「ほら 誰に物言ってんだもう有名人だったら大体知ってるけどあんたらは知らないなママがおろおろしている自分の客の腕をつかんで言う「ごめんなさい社長みんな酔ってるから席に戻りましょう」「初めに来た男はママに何を言われても引き下がらないおいこら殺すぞ」「引っ込みがつかないのだ」 後ろにいい。るもう一人の男は若い手を上着の中に入れるのを見逃さない水割りを飲みながら言った「みっともないから席に戻れよおっさん」若い男がドスを抜いて突っ込んでくる持っていたグラスを突っ込んでくる男の顔に叩きつける男がソファーの前に崩れ落ちるがすぐに起き上がる眉間から血手からはドスを離さないもう一度突っ込んでくる。 テーブルにあったグラスを男の顔をめがけて投げるように見せかけ念力で飛ばしたグラスの厚い底が再び眉間に命中し男は混沌するママの客が若い男の様子を見るがそのまま寝かせておくそして俺のボックス席に座る怒鳴り込んできた男もスツールを引き寄せ俺の正面に座った暴力ではなく言葉で脅す気かアンは成り行きを黙って見ている ママの客が俺に言う「旦那喧嘩しているようだけど相手見てやらねえぞな銀座の高木組だ聞いたことぐらいあるだろう銀座の飲み屋から徴収するみかじめ寮で生きながらえている小さな二つの組のうちの一つだ関西からの勢力に押され最近ではほとんど飲み込まれている連れの方の男が言う」 詫び入れんなら今だぜ絨毯が厚いから土下座も快適だろうテーブルに肘をつき俺に顔を寄せてくる無性に怒らせたくなってくるあんたな女にアフターを断られたぐらいで殺すぞなんて叫ぶなよみっともねママの客の方にも言うそれからあんた簡単に組の看板出すんじゃねえよこっちがもっとでけえ看板出したらどうすんだよ 男2人が凍りつく。東京に進出してきている関西系の組だと思ったのかママの客が言葉を濁すうんまあまあな、まあ、くだらねえことで喧嘩してもしょうがねえからなうん旦那騒がせて悪かったなうちらの席で一緒に飲みませんか急変する態度弱者には強く強者には弱いヤクザいや 俺はこのとと飲みたいからやめとくよ。そうかいじゃあ今度あったら一杯ごちそうさせてもらうよ。暴飲の手を借り倒れている若い男を連れていくアンが冗談めかして俺に聞く徹は何組なの幼稚園ではひまわり組俺の腕にしがみつく知らなかったそんな怖い人だったの泣く子も黙るひまわり組の仲本だって叫べば みんな道を開けてくれそう怖いんだぞスカートめくりの前科4班実刑食らって廊下に立つこと3回アンが笑い転げるこいつは俺の女6月8日午前11時半アンを本郷まで迎えに行く東京大学近くの 1LDK の賃貸マンションに住んでいる。 夕べは店が終わってから近くのバーで軽く食事をした土日で温泉に行こうということになりホテルには行かずに帰ったのだ今日はビッグカメラからテレビなどの配達と設置のある日だったが仕事だといい娘たちに任せたゲーム機も一緒に来るのでしばらくは家の中で楽しめるだろう G63 でアンのマンションの前に着くアンはすでにオートロックのドアの内側に立っていた ボストンバッグを持って出て出くるベージュのフレアーのスカートに白の半分レースのシャツ薄茶のカーディガン茶色の帽子雑誌の晩餐館のモデルのようだセクシーな品の良さ西伊豆に向かって走る首都高速から東名高速へサービスエリアでは食事は取らずソフトクリームをなめて二人とも空腹をごまかす。 G63 の速度を制限速度プラス10キロにセットして走る他の車に追いつくとスピードを下げ前が開くとセットしたスピードまで加速する話に気を取られていて車線からはみ出しそうになることもない自動的に車線の真ん中をキープして走ってくれる安楽つまらないけど沼津インターで東面を降り沼津港を目指す魚河岸丸天 沼津港の食堂だが味量値段で観光客をも引きつけている「俺は煮魚定食餡はかき揚げ丼それとジャンボエビフライを注文する」「煮魚はメバルで20センチほどのメバルが2匹だ」「餡はかき揚げに驚き写真を撮った丼の上に直径10センチ高さ15センチぐらいの円柱のかき揚げがドーンと乗っている」 エビフライは直径2 5ンチの皿から完全にはみ出す大きさのエビが2匹メバル1匹とかき揚げ半分を交換して完食会計は5,000円弱大勢の客が来るはずだ港を2人で歩くお土産屋が軒を連ねる干物刺身瓶入りのウニなど魚の干物を干してある網に真っ黒な切り身が並んでいる 定員に聞くアンがかわいそうだと一と言海洋生物保護団体のシーシェパードの連中がイルカの切り身を売っているのを見たらっとするだろうが漁師にとってイルカは大敵なのだ仕掛けた網にかかっている魚を食べられてしまう時には網を破られる環境保護団体と漁師の戦いは終わることがないだろう午後3時沼津港を出る。 国道414号線を南下する「沼津の御用邸を過ぎる」「獅子浜江の浦と過ぎ海沿いから離れ整備された有料道路になる」「伊豆の国市だ」「修善寺を過ぎ伊豆市になる」「136号線に入り峠道を走る」「急坂でも G63 のアクセルを深く踏み込むことはない」「大トルクで坂道を楽々と登っていく」 峠を降りるる。ととのの町町に出る温泉と金山の町だ。江戸時代の金山の名残が観光施設になっている海沿いの道を走る窓を開け潮風を楽しむ右手には駿河湾が広がる左手にスクーバダイビングの施設「THE101」101が見えてくる「セントラルスポーツ」とも看板には書いてある。 昔はブリヂストンが経営していたはずだが昔のことだナビが1キロ先を左と案内する速度を落としゆっくりと走る細い道左折坂を上がる宿が見えてきた富岳群情富士山を望む宿となっていたので予約した8室だけの高級旅館だ。 すべての部屋に富士山を望める露天風呂がついている雲引きという部屋に案内される100平米以上ある部屋は和洋折衷で外には広いウッドデッキがあり御影石の露天風呂が設置されている早速冷蔵庫からビールを出すウッドデッキに出て一息だアンはエスプレッソマシンを見つけコーヒーを入れているネスレのカートリッジ式のマシンだ コーヒーも冷蔵庫の中のものも全部が宿泊費に含まれているとのことだ2人で1泊約10万円の宿だからこそできることだろうアンがコーヒーを持って外に出てきて横に座るデッキチェアに横になってビールを飲む正面には駿河湾越しに富士山が見える横には露天風呂とアン海からの風が気持ちいいこれ以上何を望む はるばる西伊豆まで来た甲斐があった空がオレンジ色になってくるあんと露天風呂に入る彼女を前に抱えながら景色を見る富士山の色もオレンジから赤に変わろうとしている横に置いたビールを飲む露天風呂から出てソファーでテレビを見ていた MTV でセクシーな黒人が踊っている黒人に興味あるの 振り向くと髪を乾かし終わったアンが笑っている。宿のスタッフが食事だと呼びに来た。食事は主屋の建物の個室で食べる。各部屋ごとに食事の小部屋が用意されている。食事はコースで出てくる。刺身も出ればステーキも出てきた。味は旅館の食事としては最高の部類だろう。帝国ホテルのナダマンと比べたら可哀想だが。 食事の後で一休みしまた露天風呂だ広いウッドで来てあんと抱き合う体が冷えたら風呂だ遠くの海上には漁船の明かりが見える6月9日朝食が終わり海を眺めながら露天風呂に入るあんが言うにはここはシャンプーリンスからコスメまでそこそこのものを置いてあるというあんがそこそこと言うのならいいものなんだろう 部屋を出る準備をしているときに電話だ。二階堂。今日の深夜零時、マイズルから出る海上自衛隊のイージス艦、アタゴに乗船だ。用事だけ言ってさっさと電話を切る。また世界中が大騒ぎだ。東洋温泉から沼津に戻り、国道一号線を東京とは反対に少し走ると、左側にある柿田川公園に行った。 柿田川湧水群と言われるところで富士山からの湧き水が出ている公園には池があり澄んだ水で満たされている豊富な湧き水のおかげで涼しい案をマンションに送り届けたのは午後5時になっていた安楽なメルセデス G63 のおかげで運転の疲れは感じない午後9時には市ヶ谷に行かなくてはならないジェーンに会えるのが楽しみだ 自宅のマンンションに戻る。娘たちがいつものように飛びついてくる空腹ということだ85インチのテレビが壁際に設置されていたでかいテレビの前にはゲーム機とゲームソフトの箱が散乱している画面が大きすぎてゲームをやっていると疲れるという首を左右に振らないと画面を全部見ることができないのだゲームコントローラーのケーブルの長さに制限があるので テレビかららもそうそう離れられない寝室を見ると壁に32インチのテレビがついているベッドに寝転がって見られる位置だもう一台32インチを買ってゲーム用にすればいいゲームは別の寝室に置けば長時間のゲームの音に我慢することがない娘たちに何を食べたいかと聞くと肉だステーキがいいという。 これかからら出かけなななくてはならないい。ので、家で家食べたい「近くのスーパーマルエツプチに行ってみる」「娘たちがいつも買い物をしている店だそうだ」「期待していなかったが意外といい肉を置いている山形牛サーロインを選ぶ」「刺しがきれいに入っているいい肉だ」「100g1,080 円」「300g 前後の3パック」「出来合いの野菜サラダも入れる」 娘たちはシュークリームとエクレを入れた冷凍パスタも忘れない肉をレアに焼き上げる娘たちはミディアムレアソースがついていたが塩で十分うまい銀座で食べたら一人前1万円以上だろう娘たちには仕事で今夜から34日は帰れないという今夜9時に市ヶ谷からヘリコプターで舞鶴に向かうのだ午後7時 風呂に入って一休みだ。ぬるめの湯にゆっくりと浸かる金正恩を目の前にすることを想像し武者震いをするたくさんの餓死者を出しながらも贅沢な暮らしをし莫大な金を兵器に使うミサイル一発で何人の人の腹が膨れるだろう悪党退治だでも今回は別の大きな目的がある脱線しないようにしよう突然騒がしくなる。 裸のの娘たちの乱入だ。湯船に入ってくると盛大に湯があふれる大人一人が横になれるサイズの浴槽だが3人が入ると密着せざるを得ない綾香が俺の背中側で牧が俺の前に背中を向けて座る綾香の両足は俺の両脇俺の両足は牧の両脇だ綾香が俺の背中に抱きつく背中にあたるおっぱいが気持ちいい 俺の手はマキの脇から前に回しマキのおっぱいをつかんでいる早く仕事を終えてこの平和の中に戻ってこよう娘たちは俺を挟んでゲームの話を始めるダンジョンがどうだとか意味がわからないマキが立ち上がる熱いもう出る目の前にマキのお尻綾香も立ち上がり出ていくお湯は俺の腹までに減っているなぜか笑いがこみ上げてくる 風呂から上がると娘たた。ちはゲームをしていた寝室に入り準備するいつもの革の上下足元は黒のショートブーツだオメガを左腕につけポケットには念のためのカロリーメイト携帯と財布財布には58万円入っていたそういえば今回の報酬の話が終わっていないような気がする後で聞かなくては。 寝室から出ると娘たちはダイニングテーブルでお菓子を広げてどれにするかを選んでいるようだ安倍総理からの森永のお菓子だ綾香に3万円を渡す午後8時20分マンションを出る G63 で市ヶ谷に向かうそれほどの渋滞もなく9時10分前に到着した。 ゲートには川野が海上自衛隊のトップである幕僚長になったのに従って自責の海将になった北村が待っていてくれた北村の案内に従って会議室へと向かう会議室には川野ジェーン赤坂で会ったことがある SBU の通信係がいる席につき3人と挨拶を交わしていると北村が戦闘装備の3人を連れてくる。 3人とも緊張で顔が引きつっている部屋に入り川野の顔を見るや否や直立し敬礼する川野が敬礼を返す作戦の内容から考えて北村が選んだ3人だ全員単発で日に焼けている30から40歳の間だろう3人は北村に促されて銃とヘルメットがついたザックを背中から下ろし席に着く 全員が会議用の大きなテーブルを取り囲むように座る前のホワイトボードには日本海を中心に韓国と日本が描かれている北村が3人を紹介する「SBU の隊員3名です今回の作戦に同行します」北村はさらに3人に向けて言う「君たちには機密保持のために今回の作戦内容を今まで一切伝えていなかった」 今から幕僚長が直接作戦内容を説明するそれだけでこの作戦がどれだけ重要な作戦かわかると思う3人が唾を飲み込みうなずく川野が作戦の説明をする今回の作戦は北朝鮮に拉致された日本人とその家族の奪還にある日本海上のアタゴから飛び立ちピョンヤンに入る CIA と NSA の協力によって 金正恩の居場所を補足次第付近に着陸し潜入し確保する発砲は状況が許す限りなるべく控えられたい金正恩が我々に従い拉致被害者を帰国の便に乗せるまで諸君は北に残るもちろん金正恩を監視下に置いてだ作戦は3日間を予定しているが最長で1週間は覚悟してほしい。 不確定要素が多いのでその場での判断が作戦の成否を左右する現場の指揮はそちらの女性奥田ジェーンさんが取るジェーンが立ち上がり軽く会釈する美女が指揮官かと3人が驚きの表情を見せる「奥田ジェーンです現場ではジェーンで結構です」「フランス人とのハーフのジェーンが流暢な日本語でしゃべる」「SBU の3人はジェーンを見つめている」「川野が続ける」 ジェーンさんは自衛隊員ではなく政府から派遣されている SBU の諸君の任務は彼女を敵から守ることだ彼女の指示は私の指示だと思ってくれそれとそちらの方は川野が俺を指し続ける中本さんだこの作戦は彼を頼りに立てられている彼の力は後々知ることになると思うのでこの場での説明は省かせてもらう北朝鮮にはジェーンと中本さん そして諸君ら SBU の三名が潜入する分かっていると思うが作戦終了後この件に関しての一切の公害を禁じる以上質問は受け付けないマイズルから使う艦船は前回と同じイージス艦のアタゴだ前回使った箱に乗ってキム・ジョーンを強襲する JIA のジェンと海上自衛隊の SBU 特別警備隊 のの隊員3人の計4名が箱に乗って北朝鮮へ潜入する特別警備隊は2001年に創設された海上自衛隊の特殊部隊でスペシャルボーディングユニットの略で SBU とも呼ばれている米軍の特殊部隊であるシールズをモデルに作られた部隊でその実力は海上自衛隊のならしの空手部隊と比較されることもあるが特殊部隊としては自衛隊唯一だ。 アメリカの NSA からの情報ではキム・ジョンウンは2時間前に平壌郊外の別荘に入ったらしい建物から出てヘリポートに向かう乗り込むのは俺ジェーン SBU 隊員3名幕僚長の川野 JIA の通信係の7名とヘリの乗員4名だ JIA の二階堂はすでに舞鶴に行っているらしいヘリポートでは総海輸送用ヘリの MCH-101 が待機している2270馬力のエンジンを3機積み時速約280キロで長距離の飛行が可能だ機内は広々としており20人が余裕で乗れるほどだ最後に SBU の隊員が物々しい装備で乗り込んでくるさすがの SBU の隊員も幕僚長とヘリに乗るのは初めてらしい川野が冗談を言って緊張を解いている。 全員が HK416 アサルトライフルを持ち一人は狙撃銃の MSG90 も持ち込むベルトにはスタンダードグレネードの M84 が数個下がっている爆音と強烈な閃光で相手の動きを封じるためのもので殺傷用ではない機内で隊員のザックを動かそうとすると思い何が入っているのかを尋ねるとアサルトライフル用の予備の弾倉が10個入っているという。 一つの断層に30発の弾丸が入るプラスチック爆弾の C4 もいくつかあるらしいジェーンの装備はグロック17だ今回は断層を10個持ってきているという全員乱暴のようなライフを持っている MCH101 が爆音を立てて離陸する川野が俺の横に座るジェーンは川野の向こう側だ若い SBU の隊員たちはちらちらとジェーンを見ている 小声で河野に聞くそういえば今回の報酬決めてなかったけど今回も前回の総額とほぼ同額でお願いしますああ十億ってことですね河野がうなずくまあいいか窓から外を見ると東京の夜景が遠ざかっていくさっさと終わらせて銀座でシャンパンだ